日は羊券買いましたよ。買いましたよ。今日の目標何匹ですか？今日は YouTube 回ってます。25匹。いいっすね。あれなんか、あ、こっち側はガラガラやな。やってみよう。あそこに見える橋がコッサ橋で、堰堤があって、その下、赤はね、結構べっとり残ってますよ。茶色、赤茶色にね。ちょっとまだ追いが悪いというか、かかりませんね。アユはね、いっぱいいるんですけどね、ラインに当たってきたり、そういうのは反応はすごく感じるんですが、一生懸命アタックしてくるかっていうと、微妙な感じですね。左岸側のね、人たちばっかり釣れてね、僕らは全く釣れてません。穴置きが一匹かけたかな。いやー、赤はあるし、天然一匹かければ変わるんかな。ちょっと風が強くなってきたけど、ショートリミテッドなら大丈夫。やっと一匹目だ。きっつ。押しかかった。いい当たりやったね。よしよしよし、ブリブリブリなやつや、これ。すげえ。今やっと2匹目、天然に変えて泳がしたら天然が来た。かかりましたね。こんなやつですよ、ブリブリの。いいのおるね、ブジョ。よっしゃ。
サイズアップ。ちっちゃいな、これなんだ、これこれを話しんな。ちょっと風がね出てきたんで、寒いし昼休みにします。風の予報はなかったんやけどね、ちょっと8メーターの竿でもきついぐらいな風が吹いてます。よし上がろう。風強いね。新しい竿どうすか？新しい竿はどうですか？その竿どう？ああ、送り出しが楽？なるほどね。今日の勝負飯です。中華炒め、南蛮漬け、コロッケ、ご飯、以上。はい、場所を移動しまして、ここは白鳥のもっと上の方。ただお昼ご飯食べてね、今1時半、午前中は残念ながら5匹のみ。白鳥の上の方で上下に園庭がある、二股に分かれたポイントなんですけど、ちょっとまあやるとこがなくてここまで来たっていう感じです。鮎はね結構いて、川も綺麗でいい感じなので釣れるとは思うんですけど、かかりました。出血出血、かわいそう、ごめんね。黄色いいやつなんやけど、かかったような気がしたけどかかってないか。出がかりや、これこそ。ちっちゃい。まあいいや、まあ、ちっちゃいけど巻きっきりね。いい当たり、いい当たり。まあまあのサイズか。そんなことないか。まあやっぱ上の方はちょっとサイズが落ちますね。でも当たりが強烈なんで面白いです、ね、
ちゃ。このサイズがめっちゃおるんやな多分。お、直木かかってます。ちっちゃいんかな、見えんかった。上がった上がった。お、意外といい方じゃないの。今度は大きいんじゃないの。よっしゃ、まあまあや、まあまあのやつ上がった。よっしゃよっしゃよっしゃ。こんなブリブリ見えますか。やったね。バレたやん。くぅ、悔しい。上がりました。まあ小さいけど黄色いね、ほら。分かった。いい方ありそう。やったね。はい。すいませんすいません、陸にあげちゃった。あ、なんだ。てめえか。同じぐらいの大きさやったで。くぅ。すごい。いやー、アユ弱っちゃった。かかっとるやんか。よしよし、おるおるおる。今ね、散々叩かれたであろうポイントをね、どうにかして攻略しようと思ってね、まあこんなヘチですね、護岸とブロックの間ですね、ここを通してます。多分誰もやらんやろうと思ってね、目がかりするし足場悪いし。